はい。皆さん、こんにちは。ヒロシの G ニュースチャンネルです。えー、今日ですね、あの、ツイッターをやってたらですね、ヒロシ、10万円、10万円の支給だけどさ、電子マネーだってっていうね、言う人がいて、はぁ、電子マネーと思って、まあ、電子マネーの給付が望ましいっていうね、ニュースのことなんだね。あの、ちょっと調べたんですけど、でね、あの、これ見てるとね、10万円給付歓迎、電子マネーでの給付が望ましい、経済同友会、出たよ、経済同友会ね。あの、ほぼ条件をつけないで給付することは、ふにゃふにゃって書いてあるんですけど、まあ、これね、まず全部を読んでですね、あの その後にね広瀬なりのね、意見を述べさせていただければと思いますのでよろしくお願いします。あこれね、いいね、証拠。はい、いいねと。はい、これ、リツイート証拠か。はい、リツイートと。ヒあの、ツイッターやってるから、もしよかったらフォローしてね。はい。ということでね、ニュースの全部を読んでいきますね。はいえー、10万円給付歓迎、電子まででの給付が望ましい経済同友会。出ましたね、経済同友会。はい。えー、政府… 政府・与党が新型コロナウイルス対策として国民一人当たりに10万円の現金を給付する検討に入ったことを受け経済同友会の桜田健吾代表幹事は16日報道陣の取材に応じほぼ条件をつけないで給付することは危機管理スピードが必要なことを考えればいいことだと歓迎する考えを示した。 ねえー、同時にタイムリーに配布することと消費に活用されることが重要だとして、えー、電子マネーでの給付が望ましいとの考えを示したうん消費ね、えー、現金給付ならば貯蓄に回る可能性もあるわいいじゃん別に貯蓄で、えー、電子マネーなら消費力を、えー、維持するにつながると強調したということなんですけどもまああのぶっちゃけた話ですね別にあのこれちょっとごっちゃになってると思うんですよ ほらこれ、消費に活用されることが重要って書いてあるんですけど今回は生活支援じゃないですかあの30万円がなくなって10万円一律支給になったでその30万円だって結局はその例えば世帯の所得が落ちた収入が減少した半分以下になったとか生活に困っている方が対象だったと思うんですよ。ね、でそういうい方が対象で、 結局今回は生活支援なのにそんな無理して消費につなげなくてもいいじゃないですか消費を促したいんだったらあんたら消費税減税しなさいよとえそういうことですよねなんで消費税減税しないんですかなんでこれ配ったのをどんどん使わせようとするんですかこれ生活に困ってる方もいらっしゃる例えばコロナ騒ぎで仕事がないと広ロの周りにもたくさんいますだんだん本当にもうめちゃくちゃ出てきましたで例えば安心あるじゃないですか10万円もらったよしこれでなんとかちょっとしのごうと今なんとかねヒロシも手取りがね12万5000から今ね10万ぐらいになっちゃったんですよちょっと暮らしていけないやばい とちょっとギリギリで生活してたんで、まあ、自業自得っていうぐらいはそれまでなんですけどあの10万円もらったら例えば月ね よし、じゃあ今月は10万あるから、これをちょっと貯金しといて、今月1万か2万使ってで、次また来月1万か2万使ってっていうふうに、ちょっとずつ計算ができるじゃないですか。なんでその消費を促すことになってるんですか別に消費を促すことは悪いことじゃないけど、別にそれ電子マネー、なんかごっちゃになってる、ね。まあ別に電子マネーでもいいとは思うんだけども、なんかその、今回の生活支援と消費刺激みたいのがごっちゃになってるっていうのがちょっとおかしいなって、広ロは思いましたね。別に何使うがいい,いいじゃないかね。貯金したってどうせ使うんだから、今仕事ない。 だから、ねだから、うん、ぶっちゃけた話ですねまあ、このニュースを読んでちょっとヒロシがね思ったのはですねねなんか、ね、アプリゲームのなんか詫び石みたいな感じですよね。今回の10万円でね電子マネーうんぬんつってねもう政府がさしませんっつってね、えー、この度は運営が多大なご迷惑をおかけいたしました。ってねクリスタルはい10個みたいなね10万円はいいどうぞみたいななんかそんな印象を受けましたね。ねそういう側面あるでしょ。ねほら政府がね今無理やり自宅待機させてさで飲食店もさ8時まででさでしかも保証 とかかも今まあ迷走してるわけじゃないですか、ね、だからまあとりあえず政府これ,これで終わりじゃないですからね政府が一時的に10万円を支給ということでねびと政府の詫び石といった、ね、感じですかね広ロの印象としては。うん、だからあの電子マネーだとやっぱり公共料金で使えないっていうのがきついよね。 公共料金も使えないし、地元のね商店街とかを活性化させようって言った時にさ、やっぱりあのそういう電子マネーのね、そういう受付をこう、なんか導入しないとことか大変だよね。結局、電子マネーの <laughs> 使えるとこしかみんな行かなくなっちゃうんで、そこら辺もちょっと危惧しますね。うん。電子マネーで家賃が払えればいいですけど、今のところ電子マネーで家賃も払えない。クレジットカードでも家賃は払えませんからね。払えるとこあんのかなごめん、ま <laughs> あの、広ロのところはあ無理ですね。だから借金ができないという感じなんですね。はい。うん だからまあ、これもなんか利権なのかなどうなのかなとかちょっと思っちゃいますよね。このおじさんがね、この桜田健吾代表は電子マネーを使ったことあるのかなとかちょっと思っちゃいますけどね。あの、この人ほら、損保ジャパンの社長ですよ。損保ホールディングスの代表でしょ。ね。あの、多分ものすごいお金持ちですからね。あんまり庶民の生活はわからないと思いますよ。ね。あの、ちなみに、あの、ひろしも損保ジャパン関連のね、動画上げてるんですけど、まあ結構人気ですね。皆さん、損保ジャパンには色い々ろいろと言いたいことがあるんでしょうね。はい。なんか色々ありましたらね。今後もやっていきますから ねうん、だから、また、あま、戻っちゃうけどもあの生活支援と経済政策を今回はもう一緒に一色くにしちゃってる、うん、だから生活,不安が不生活の不安が、ね、軽減して初めて消費に回りますから、まあ、とりあえず、ね、あの経済同友会はです、ね、消費税を25%いや30%しようとかアホなことを言わずにです、ね、とにかく、えー、消費税を減税してくださいね、はい、消費税減税減の提案でしたらもう広瀬は大歓迎でございますから。はい ねまあ、だから、もうとりあえずねこの経済同友動のこの桜田健吾さんのねお給料を、えー、これが電子マネーでね払ってもらうという感じでいかがでしょうか。はい <laughs> まあこれは広瀬の妄想ですけどね。はいであまあ、電子マネーも一応、広瀬は否定はしませんとにかく早く配ってほしいそれだけですで。電子マネーも一応、ですね、あのーまあ、それを銀行口座に払い出金する方法もありますので、まあ、ちょっと面倒くさいけどあのとにかくだから政府は早く配ることそこらへんが重要です。ね ただ、ヒロシが思うんですけど、10万円を入れられる電子マネーってなんかあるんですかねみんなだいたい2万ずつぐらいですよねスイカとか、ナナコとか、auPay、あと PayPay ペイペイ、楽天 Pay。たいみんな2万円じゃないですか、ね。10万円って何があるんでしょうかまさかビットコインとかじゃないよね電子マネーだっつってるけど。ねリップルですかねねんなこと決まったらリップル爆上げしちゃいますよ。どうしますねで、あのー、別にね、 電子マネーが絶対的なな悪とは思わない、まあ、例えばまあマイナンバーと紐付けてね電子マネー給付は、うん、あのいいと思いますし、ね、例えば反社会組織、反社会勢力とか、まあ、日本に不法滞在している外国人とかに、まあ、支給されないような、ね、感じにもなるそういう一助にもなるんじゃないかなと広瀬は思ってます。ます、あ。ただ一番重要なのは早く,早く支給せいやという感じですよ。まだマスクすら広瀬の家には来てないんですよ。マスク2枚すら来てないんですから、ね、とにかくスピード感が重要だと広瀬は思います。た、ねまあ、ただこれれチャージされたら カード、チャージされたカード配るんですかね。そうするとですね、メルカリとかでね、10万チャージ済み、9万8000円とか言って売られそうですよね。<laughs> なんかもう、日本人もみんな布マスク2枚すらね、メルカリで売ろうとしてますからね。あまあ、いろいろとね、大変な問題にならないことをね、ひろしは祈りますね。うん。 まあ、とにかく電子でいい人早く欲しい人が先にもらえればいいんじゃないですか、まあ現玉がいいなら後回しでとね現金がいいなら後回しとね、まあ、そういうのでもいいと思いますとにかくスピード感を持って政府は動いていただきたいで広瀬はがこのニュースを読んで思ったのが、まあ、とにかくその消費刺激策と、まあ、生活の支援をごっちゃにしているのはこのおっさんはと思いましたねはいということでね、まあ、とにかくあのとにかく政府はスピード感を持ってやっていただきたいねあのただもう広瀬たちはねやっぱり結構ねもうみんなのおかげだと思いますよみんんんななもだなだかんだ すすごいい声を上げてるじゃないですか、まあ、コメント欄も見てもすごいし Twitter 見ても Facebook 見てもいろんな SNS、ね、掲示板とかねもういろんなの見ても,もうみんながもう声を上げ続けてる、ね、それは非常に重要なことだと思います現にどんどんあの自民党が、ね、全然覆さないね 自分たちの発表を覆さないあいつらがですねもうどんどんこうやってこロころここも変わってる。ね、だから、まあ、とにかくですね僕たちはねあの声を上げ続けなければいけませんよね。うん、あの一国民としてねやっぱりあのみんなが助かる、ね、術をねやっぱりやっていかなきゃいけないですよ。ね、まああの やっぱり非常時にね、この政府っていうのはなかなかね、動きづらい部分があるんだとは思うんですが、やっぱりですね、とにかく今、スピード感持って困ってる方がたくさんいるわけですから、ね、頑張って早く支給していただきたいですね。はい、ということで今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。でもしね、あのチャンネル登録とかね、していただけると大変こういうニュースをやる励みになりますので、えー、もしよかったらご検討ください。であと、これに関してね、あのコメントあったらどんどんください。あのー、例えば、いや、広ロシダメだ、電子マネーなんか絶対許さんず、現金じゃなきゃダメだろうという方もいらっしゃれば、いやいやいや、全然電子マネー でもいいよと。電子まで,でもいいから早くくれっていう方もいると思うんですよ。皆さん何を考えてるかですね、広ロはちょっと知りたいと思いますので、えー、ぜひ、えー、コメント欄、えー、コメントにいろんなことを書き込んでください。はい、えー。ということでね、今コロナ騒ぎでね、皆さん仕事減ってる人、まあ広シも含めてたくさんいらっしゃると思います。で、現にね、コロナにかかっちゃって苦しんでる方とか、身内の方がね、そういうことになっちゃった、ね、大変な方いっぱいいると思いますけど、ね、頑張ってね、みんなね、あの同じ日本人同士同、同じね、日本人同士ね、手を取り合ってね、この難局をね、乗り切って いきましょうね。はい、あの広しも頑張って放送しますので、えー、ぜひ今後ともお付き合いください。はい、では今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。皆さん頑張ま、えー、皆さん頑張りましょうね。はい、では失礼いたします。